安田雅史と的場講師のセカンドベース。皆さん、安田雅史です。お元気でしたか？こんばんは、的場講師です。よろしくお願いいたします。今月からスタートいたしました新番組セカンドベース。この番組は若手俳優の僕安田雅史と新人俳優私的場講師の2人で進めてまいります。そして番組タイトルにもつけていただいたこの新番組タイトルセカンドベースですが、これは僕が野球部出身だからつけていただいたというわけではなく、はい、まあ、2人とも俳優として、まあ、次セカンドの土台ベースになるようにという番組プロデューサーさんの期待に応えられるように頑張っていきたいと思います。初のレギュラー番組ということで、決して出演とは全く違うことを痛感しながらも、あっという間に前回の初回放送を終えてしまいました。なんとか今回は少しでもマシに進められるように頑張っていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。で、講師くん、はい、今もちらっと話しかけたけど、前回放送今もどうでした？いや、 やっぱり緊張してますね。緊張するんですけど、やっぱり初のレギュラー番組ということで、その責任感を持って進めていきたいと考えています。はい、まあでも講師くん、僕のね、指摘とかもね結構多かったからね、はい、うまくいけたんじゃないかなと思いますので、まあ、今回頑張ります。よろしくお願いします。はい、します。そしてこの番組セカンドベースは、はい、まあ、再編集映像配信版として、まあ、放送後約1週間程度で YouTube にアップしていただきますので、まあ、ぜひラジオセカンドベースで検索していただきますようお願いいたします。はい、まあ、それでは新番組セカンドベースパーソナリティを務めさせていただきます。まずは僕安田雅史の自己紹介をさせていただきますと、1996年生まれで栃木県出身です。高校までは野球一筋で頑張ってまいりましたが、現在はエキストラやたまにお役をいただいて短編映画などにも出演させていただいております。限られたチャンスの中で、まあ、できればずっと続けてきた野球に関わる作品に俳優として出演するというささやかな夢を持って頑張っております。まだ公開は決まっておりませんが、現在予告編が YouTube で公開しております。映画22世紀寓話に出演させていただきましたので、ぜひ皆さん一度ご覧ください。プラスボックスに所属しております新人俳優の的場講師です。山形県酒田市出身の21歳で、現在昭和音楽大学ミュージカル科に在学中です。現在は安田さんには全く及びませんが、少しずつエキストラやスタンドイン等に参加させていただきながら、ワークショップなどで演技の勉強をしております。親からいただいた高い身長に負けないぐらい高い目標を持って、一日も早くスタッフさん、監督さん、そしてこの番組をお聞きのリスナー様にも的場講師の存在や名前を覚えていただけるように頑張っていこうと思っておりますので、皆さんどうか番組タイトルセカンドベースとともに的場講師を覚えていただければ嬉しいです。それでは今回の最初のコーナーは、もっけだの山形のコーナー。このコーナーはもっけだの山形といって、いや講師くん、はい、番組始まってまだ2回目ですよ。しかもオープニング5分ぐらいですよ。そんなところで聞いたことない言葉連発。そんなことね、俺はちゃんと話そうと思ってんな。ちょっと意味がわからない箇所がありますので、まあ台本をそのまま読みます。まあ、かつて講師くんが生まれ育った山形県酒田は、まあ、日本海を自由に往来した北前船の拠点として栄えました。まあ、商売上京都との、交流が多く、未だに京言葉もたくさん残っています。かつて JR 東日本の CM のセリフで、庄内なのになぜ京言葉というフレーズもあったくらいです。そして俗に言う庄内弁も、庄内平野の北端の湯座と南端の厚みでは、相当に違いがあります。またちょっとここ講師くん読んで。しょってだばそんな言葉つけてベジデダンども、ここんどこあんまり気がねぐなったのも、そんなしゃべり方だば年寄りぐれだ。ありがとう。今のを訳しますと、昔はそんな会話をしたこともあったが、最近ではほとんど聞くことはない、そのような会話は年寄りぐらいだという意味です。まあ、そして、まあ、この庄内弁の特徴はと申しますと、まあ、使われ方に、まあ、男女の区別があまりない。女性は自分を俺だばという人もいます。次に敬語がない、んだを丁寧に言うと、んだの
また来たがはよく来たのなどと表現しています。そして標準語にはないめ、んば、んだ、んだば、んじ、んね、んばちゃなどとんから始まる言葉が多いです。そして最後に言葉のセンテンスが短いどさ、ゆさ、また、かきく、け、こ、かきく、かきく、け、こなどは有名であるということで、まあ、詳しく言いますと、まあ、どさはどこへ行きますか、はい、ゆさはお風呂に行きますの意味でありますが、うん、はい、まあ、この地方は昔から、まあ、内風呂がほとんどで、まあ、お風呂屋さんに行く習慣はなく、まあ、この会話は方言を面白く表現するために無理に創作した会話と言われています、はい、また、かきくはですね、かき食べますか、かき食べますか、はい、け食べます、はい、こ食べましょうの意味だそうです。くが食べますですね。あ、そうですね、けが食べましょうって食べましょう、食べなさいっていう意味ですね。はい、ここまでちょっと台本通り読みましたが、はい、まあ、コウシ君どうですか、聞いてみて。そうですね、あのドサユサっていうのは、はい、向こうの山形県の PR の CM でも使われている結構有名な言葉なんですよ、ドサユサっていうのは、うん、でここでちょっと安田さんに質問してみたいんですけど、エッペクエってどういう意味だと思います？エッペクエ、いっぱいあるよ、あるみたいな、あ、似てます、そういう感じです。エッペクエっていうのはもしこう田舎に行ってこう郷土料理が出てきた時にいっぱい食いなさいって言います。あ、なるほど。じゃあわからねたってなんでもね、これなんだと思います？いや、もうわからないしかわからない言いますね、わからねたってなんでも、これはですね、わからないはあってるんですよ、わからないけど大丈夫だよ、わからなくても大丈夫だよっていうちょっと励ましの言葉なんですよ。じゃあもっけだの、これどうですか？もっけだの、いやいやいや、マジでわからない。これすごい大切な言葉なんでちょっと覚えておいてほしいんですけど、はい、本当にありがとうっていう意味なんです。あー、そういうこと、もっけだのって言うんです。だからあれが、もっけだの山形は本当にありがとう、そうなんです、山形という、そうです、そうです、タイトルコーナーだったわけね。そうです、そうです。じゃあ結構丁寧に言ってるんだね。そう、もっけだの山形、あー、山形大好きだね。そうです、その自分が生まれ育ったその山形県とかその酒田市に感謝の気持ちをもこう表すべく、はい、ちょっといろいろと僕のふるさとの魅力を話していくコーナーをちょっと作っていただいたんですけど。なるほど、まあ、ちょっと遠回りしたようですが、はい、まあ、それではコウシ君のコーナー、もっけだの山形です。どうぞ。かしこまりました。それではいろいろ調べてまいりましたので、はい、今回はまず山形県の地理からお話しさせていただきたいと思います、はい、山形県は皆さんあまりご存じないかもしれませんが、実は東北地方の日本海側に位置しています。東京から北に300キロ、山形 新幹線で約3時間の距離にあり、県庁所在地は村山地方に位置する山形市です。山形県は大きく分けて、北西に位置する庄内地方、北東に位置する最上地方、中部に位置する村山地方、南部に位置する沖玉地方の4つの地域に分かれており、県内には現在約116万人の人々が暮らしています、はい、そして実はこれ僕も今回調べてみて改めて知ったんですけれども、はい、県の総面積の約 75% を森林が占め、はい、15% を農地が占めるという、まさに自然あふれる県だと言えたんで す, すごい、ね、また山や森林だけでなく、地元では母なる川と呼ばれる最上川は、一つの県を流れる川の大きさとしては国内最大の大きさを持っています。少しちょっと脱線してしまうんですが、はい、川つながりで庄内地方鶴岡市の赤川付近で毎年開催される赤川花火大会は、日本の花火100選のベスト10に入り、多くの観光客でにぎわっています。ちなみに今年は8月17日開催予定ですので、ぜひお足を運びください。ここまで山形県の産地、河川などについてお話しさせていただきましたが、最後に山形県の気候についても付け加えておきます。ラジオを聞きの皆さんも耳にしたことはあるかもしれませんが、山形県は新潟県秋田県同様、土地の 90% が特別豪雪地域に指定されるほど雪が降る地域です。
冬は毎朝雪かきが日課となって、その子どもたちは学校に行く前にラジオラーベルシャベルを持ってですね、シャベルを持って雪に対峙していきます。夏と冬の温度差も激しく、夏はフェーン現象の影響で猛暑日が続く地域になります。これまでの県内最高気温は1933年村山地方の山形市で観測されました 40.8 度だそうです。ただ日本海側の庄内地方は他の地方に比べ夏と冬の温度差が少なく、比較的過ごしやすい地域です。生まれてから高校までの18年間を過ごしてきたからこそ思うことは、山形の良さの一つとして冬の寒さや夏の暑さを含めた豊かな自然と、この気候にもあるのではと思っています。寒いからこそその太陽の光に暖かさを感じたり、暑いからこそ水の美味しさや隙間風のありがたさに気づくことができます。皆さんもぜひ山形にお越しいただき、まずは数多くの自然に触れていただければと思っています。以上、もっけだの山形のコーナーでした。思いっきりゲーマー2、改めまして今回から始まりました新番組セカンドベース、担当は安田正史と的場講師でお送りしております。さて続いてのコーナーは思いっきりゲーマー2、まあ、なぜ2かというと、このコーナーも前に僕が担当していた、番組にあったので、まあ、何かゲームっぽく作家さんが2をつけただけで、はい、まあこれも前回放送の、まあ、MJ15 同様内容は全くもって MJ50 ですね。いやもう英語ができないのバレちゃうね、ま、と同じで、内容は全くもって同じです、はい、ということで、まあ、このコーナーは、まあ、ゲーム好きな僕が、まあ、独断と偏見で昔やっていたゲームや、まあ、今流流行のゲームをいろいろとご紹介させていただくコーナーです、まあ、さて今回ご紹介するゲームはモンスターストライクです、はい、まあ、このゲームは株式会社ミクシー内のスタジオ X フラグから配信されている iOS フラッグですか、X フラッグ、X フラッグから配信されている iOS、Android 用のゲームアプリです、はい、まあ、2013年、10月10日にサービスを開始して、はい、まあ、2018年3月時点での、はい、まあ、世界累計利用者数は、まあ、4500万人、すごい、そして、2018年の9月10日時点で、はい、まあ、全プレイヤーの総ログイン時間は約47億時間となっている模様です。まあ、このゲームは1人から4人で遊べる協力 RPG ゲームとなっております。まあ、そして、まあ、このゲームを簡単に説明しますと、はい、まあ、味方のモンスターを引っ張り、まあ、おはじきやピンボールのように、はい、まあ、敵に当てて倒して遊びます、はい、まあ、敵への攻撃方法は、まあ、引っ張ったモンスターを敵に直接ぶつけることにより、まあ、ダメージを与える、まあ、通常攻撃、それと味方のボールに当てることにより発動する友情コンボの、2種類があり、まあ、各モンスターに設定された、まあ、ターン経過によって、はい、まあ、使用可能となる、まあ、強力な必殺技ストライクショット、ストライクショット略すと SS っていうのがあるんですけどがあります、まあ、リアルタイムバトルではなく、まあ、ターン制で、まあ、敵の攻撃にはターンが決まっていて、うん、はい、まあ、敵の周りに表示されている数字のカウントで確認できます、はい、まあ、プレイヤーのターンが経過するたびに1つずつ、減り、まあ、カウントが0になると攻撃してきます、まあ、攻撃やギミックにより、まあ、プレイヤーの HP が、まあ、0になると負けとなりますが、はい、まあ、一部のクエストを除き、まあ、コンティニューも可能です、はい、まあ、HP は、まあ、画面上に発生する、まあ、ハートなどの回復アイテムですね、はい、を取ると、まあ、味方キャラのアビリティ回復効果を持つ、まあ、先ほど言った必殺技のストライクショットを使うことによって回復ができます、はい、あ、なるほど、まあ、また次のステージに進むことで減っている HP の半分だけ回復するというような、まあ、形で、まあ、ゲームを進めていきますということで、まあ、今回このゲームをなぜ紹介するかと言いますと、はい、まあ、以前ですね、はい、初めの2分時にも、このコーナーでも
ご紹介したんですけれども、はい、まあ、パズドラという、はいはいはい、ゲームアプリをちょっとご紹介させていただいたんですが、はい、まあ、そのパズドラと同じで、まあ、僕が高校生の時から、はい、まあ、やり続けていたゲームなので、ちょっと今回これをちょっと皆様にご紹介していただければなと思います。そうですね、まあ、なんですが、はい、最近このゲームデータが消えちゃったんですよ。ちょっと残念で。そうなんですよ。いきなりですか？いきなり、そう、携帯を変えるタイミングで、そのデータを保存していなくて消えちゃって、うわ最悪だと思って。だいぶやり続けたのにそれが消えちゃったってこと。高校からもう高校から卒業してもう数年経ってるから、そう、数年分の努力の結晶がちょっとなくなってしまったんですが、まあ、でもそれでも最近またやり続けているんで、なんかあれですよね、初心に戻るみたいな。あ、確かにそうだ。それはどうですか？初心に戻った感じは気持ちいいですか？あ、こんなクエストやったなとか、うわこの敵倒せねえとか。あ、なるほど。ありますあります。よくあるやつですね。よくあるよくある、それは、はい、みんなとワイワイやれるのがね、また面白いですね。先ほども言いました通り、ね、まあ、1人から、4人まで、同時でできる、ね、協力してやれるのでワイワイできるんですよ。なんか高校の頃なんか本当にみんなで教室で、はい、教室でやったり、あと部活帰りのその友達と一緒に、やりながら、このキャラ取ったんだぜとか自慢の試合とか、あとはもう逆にこのキャラ倒せないから一緒に来てくれとか。あ、それありましたね。一緒にやるっていう、倒せないから一緒にやるっていうのは、そういう風にやってね、もうみんなのね、そうなんですよ、楽しかった、面白かったですね。欲しくもこういうのも。僕はあんまりそのスマホのゲームっていうのはやらないんですけど、でも周りのみんながこうパズドラとか、さっきストライクショット、モンストをやってるのをよく見るので、ああ僕はちょっと乗り遅れちゃった人間なので。あ、じゃあぜひやってみたいと思いますね。じゃあ今度から一緒に頑張ろうね、はい、やってくれますか？いやいやじゃあちょっとこれからね、ゲームについて僕が熱く語るかもしれないけどお願いします。よろしくね。よろしくお願いします。以上、思いっきりゲーマー2のコーナーでした。続いてのコーナーはお楽しみプレステージのコーナー。このコーナーは前回僕が担当させていただいた今月のプレイリポートに連動する形です。プレイリポートは見に行かせていただいた舞台の感想などをお話しするコーナーに対して、このお楽しみプレステージはこれから見に行こうと思っている舞台などの上演情報を僕の好みというか、いわゆる独断と偏見でご紹介させていただくコーナーです。はい、ではそれでは早速1本目から紹介させていただきたいと思います。よろしくお願いします。1本目は5月22日から5月26日にかけて上演するミュージカルザ・ハート・スートラです。場所は新馬場駅から、徒歩5分ですね、徒歩5分のところにあります立交会ホールでやっております。僕このミュージカルすごい見たいなと思ったところが、この題材となっているのが般若心経。そうです、この般若心経を取り入れたというか、こういうものを取り入れたミュージカルっていうのは僕今までに見たことがなくて、その演出の中でもその東洋風の哲学だったり美術だったり、その音楽だったりを使用してるっていうのを聞いて、ますますこう見てみたいなと思って、どういう歌になるのかっていうところがあって、般若心経ってどういうのかってイメージありますか？イメージか、あんまり聞かないですよね。般若って聞くとなんか俺般若面を思い出して怖いんかなっていう感じがしちゃったけど、そういうわけではない。そういうわけではないですね。般若心経、心経っていうのはお釈迦様が唱える、特に極楽浄土に行くためにこうお経みたいな感じ、まあお経ですね。般若心経っても言うんですけど。おお、そうなんだ。そうです、般若心経であって、そういうのもすごい面白いなって思って、そして出演者の中に、はい、おこのぎまりさんという方がいらっしゃいまして、この方はですね、ディズニー映画の、塔の上のラプンツェルって分かりますか？知ってます、知ってます。歌の吹き替え、日本語吹き替えをやられた方なんです。すごい方がやられてる舞台。そうなんですよ。まあ、確かにそれを聞くとちょっと行ってみたいなと感じしますか？でもディズニー
はディズニーだけど今回はその般若心経なんで、はい、やっぱちょっとテイストが違うからそれも違いも含めて、ね、ちょっと想像ができないという点ですごい面白いなって思いしますね。確かに思います。そうですね、じゃあ次いきますか、はい、次もう2つあるんですけども、はい、次がピピンというミュージカルです、はい、6月10日から6月30日にかけて、渋谷駅直結 その渋谷ヒカリエ11階で、上映されております、東急シアターオーブで上映されます。でこちらの僕が面白いなと思ったのが、はい、主演があの城田優さん、城田優さんとクリスタル K さんという2人 そのトップと言われる方々がこう共演される。そしてこのピピンというのはそのミュージカルの中でアカデミー賞みたいなものがあって、はいはい、それがトニー賞って言うんですけれども、あ聞いたことありますか？聞いたことありますね、はい、そのミュージカルのトニー賞のを多数受賞した作品なんです。へえ、その有名な作品。そうです、ブロードウェイで先にあの上映されました。ブロードウェイあのアメリカの、はい、で上映されまして、そこから日本語版にこうなって初上映初公演というのが今回このピピンになっております。城田優さんとクリスタル K さんの二人でとても二方でやられるという、ああじゃあもう大作だね、はい、本当に見た方がいいというか、あのミュージカルを知らない方でも楽しめる作品、あのサーカス要素も入ってるので、あじゃあもう見てても楽しいと思うのでぜひ見に行ってください。そして三つ目が5月21日から6月9日まで、上映、TBS の赤坂 ACT シアターですね、千代田線赤坂駅から徒歩2分のところにあります TBS の赤坂 ACT シアターの方で上映されております。海辺のカフカという、こちらはですね、はい、ストレートプレイです。ストレートプレイ、演劇です。演劇ミュージカルでは前の2つはミュージカルなんですけれども、はい、こちらは村上春樹さんと、はい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 、村上春樹さんの長編小説をあの蜷川幸雄さんが2012年に演出されて、うん、それが公開されたものなんですけれども、うんうん、ただいまあの2000あのもうそれから2019年の今年ですね、今年の2月にパリでジャポニズム2018というところでそちらが再演されまして、はいはい、それが今回外演公演ということで5月からそうです5月からと5年ぶりに日本で上映されるっていう。おすごいね、じゃあもう待ちに待ったみたいな感じだね、孔子くんからすると。そう、本当に見に行ってみたいなという作品でございます。なるほど、特にこちらの主役を張っているのも寺島しのぶさんが張られているので、ぜひ見に行ってほしいと思っております。すごいですね。そうですね、村上春樹さんっていうのも有名な、ね、方ですし、小説家でよく見ますけど、はい、だからあなんか俺もミュージカルか、はい、とかあんまりそんなに行かないけどちょっと見に行きたいなと思いました、はい、ぜひ見に行ってください、はい、以上お楽しみプレステージのコーナーでした。皆さん、もうエンディングの時間になってまいりました。今回の放送、皆さんいかがだったでしょうか。皆さんからのお便りをお願いいたします。メールアドレスは info@plus-vox.com info@plus-box.com セカンドベースまでお待ちしております。はい、今回はなんかスラッといけたかな。まあ少しです前回よりは徐々に上がっていきたいと思っておりますね、はい、はい、ということでそれではセカンドベース次回も同じ時間にお目にかかりたいと思います、はい、番組パーソナリティは僕安田雅史と的場浩司でした。皆さん最後までお聞きいただき本当にありがとうございました。